はい、皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。オリックスさん連勝です。マリーンズさんに連勝で、日曜日の1勝加えて3連勝ということになりました。ナイスゲームでした。今日はね、山下俊平太君の先発で始まったんだけど、初回からこうランナーを、ね、背負うという苦しいピッチングであったんだけど、序盤のピンチをランナー背負いながらもなんとかこうしのげたっていうのが大きかったね。で、中盤からだん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 こういい感じになってきてというところで、まあ、今日はランナーを背負うシーンも多かったんだけども、まあ、そこでこう粘れたというのはね、一つ大きな収穫だったんじゃないかなと思いました。で、打つ方もなんとかというところで、相手小島投手ですよ。序盤はもう全くヒットも出ない、ランナーも出ないというね、まあ、そんな展開だったんだけども、5回に、見事な連打ね、頓宮君がヒットで出て、ラオウさんがツーベースでランナー二塁三塁で、その後、ゴンザレスのタイムリーヒットでランナー2人がホームに帰ってくるというね、まあ、そんな形で、2点を先制する。で、その5回にそれを点を取ってもらって、6回。ね、そこをまあなんとか抑えて俊平太君がマウンドを降りた。もう球数を考えると、まあ、6回までだろうなっていう感じではありましたもんね。で、まあ、7回から継投に入って、7回は阿部ちゃんがランナー背負いながらも0点に抑えて、で8回は、マゲスパック、うん、で9回は宇田川君というところを使いながら、まあ、0点に抑えての、系統でのシャットアウトという形になりましたけどもね。で、やっぱり7回の一挙6点が効いてるんだよね。やっぱり、あそこもほら森くんのツーベースから始まって7連打よ。で、そこにラオウさんのランニングホームランが含まれてる。これがすごいね。いや、確かにちょっと前に出されて泳がされたんだけども、バットの先で、それでもフェンチョク、ね、やっぱパワーあるね。で、そのクッションボールが、まずはレフトの山口君が、まあ、取れずに、で、その後カバーに行っていた藤原君も取れずに、で、点々と左中間ボールする間に、そよぎコーチが手を回して、三塁回って、一気にホームに帰ってきたっていうね、感じで、まあ、そんな、このランニング、スリーランホームランもあって、一挙6点。で、まあ、9回も頓宮君の一発などがあって2点追加ということで、まあ、13安打10得点と、まあ、終わってみれば快勝ではあったんだけども、ただ、まあ、序盤だけ見るとね、俊平太君がランナーを背負う、打つ方は小島投手に抑え込まれているという苦しい展開ではあったんだけど、まあ、中盤以降も完全に流れが変わりましたね。もうそこからは相手にも流れを渡すことなく、快勝という形になりましたけどもね。まあ、ピンチで阿部ちゃんが投げた、あれは7回かな、ランナーセカンドに置いての場面で、三遊間の当たりをね、宗くんが飛び込んで、一塁送球して、一旦はセーフの判定を、リクエストで覆して、アウトにした。これ素晴らしかった。リプレイで見る感じではもう完全にアウトだったもんね。で、その攻撃、今度は、大量得点の攻撃の中で犠牲フライでさ、紅林君の当たりがライトへのフライで、廣岡君がタッチアップでホームに帰ってくるところで一旦はアウト、でもこれ完全に追いタッチでセーフだったんだけども、うまく滑り込んでね、廣岡君が手で入って、でこれも当初はアウト、リクエストで判定覆って、これリクエスト制度がなかったらまあまあえらいことになってるね。特に最初の宗君のプレーであれをセーフってあのまま言われていたら流れどうなってるか分かんないもんね、本当に。まだ2点差の7回の表だったからね。やっぱりね、まあ人間の見る判定なんで難しいと思うけども、やっぱりリクエストがあってよかったねと、もうつくづくもう心の底から思います。まあでも快勝で、で結局交流戦明けの5試合はこれで、ホークスとはね、金曜土曜とお前喋って連敗したんだけども、日曜日サッチが勝ってくれて1勝2敗でなんとかしのいだ。でこのホームに帰ってきてからは連勝ですよ、マリーンさんにね。だからこれで結局この上位チーム、ソフトバンク3試合、ロテさん、2試合の5戦戦って3勝2敗、これ勝ち越せたのも大きい。つまり交流戦が終わった時よりも5試合消化して、なおかつ貯金が1つ増えて、素晴らしいねという感じではあります。なんとかこういう形でしのいでいって、しのいでいってね、勝ちを拾っていくことが大切なんだと思いますし、まだまだ順位は、まあ、首位奪還とかね、昨日勝って、今日も勝って首位というところはきっと報じられると思うんだよ、新聞とか見出しではね。だけども、
まだまだそんなことに踊らされてはいけない。我々は足元をしっかり見ながら貯金をいくつ作っていけるのか、この先何戦戦って貯金がいくつ増えるのか、そういうところをしっかり見ていかないと、ダメな気がしますね。まだまだ順位とかゲーム差に一喜一憂する時期ではない。まだ早いですよ。今はとにかく目の前の一戦一戦、これ監督いつもおっしゃるんだけどね、とにかく連戦単位で勝ち越しを目指していく。で、もし勝ち越せない場合もスイープ負けはしないというところで考えていくと、何度も言うようにタオさん理論でね、田尾康さんが、9戦戦って5勝4敗でいけばその倍数でいったら優勝 の勝率になるんですよということおっしゃる通りだね、そういうふうに思っていけば、なかなか素晴らしいこの、まずは交流戦明けの5試合ということになりました。で、明日移動日で、週末は金土日とエスコンで、ファイターズ戦、ファイターズに今シーズンここまでは苦しめられておりますからね、オリックスさん。まあでも前回はエスコンで勝ち越しておりますんで、前回は森くんがもう大爆発したエスコンフィールド、今回どうでしょうか、どうでしょうね、勝ってほしいねというわけで、今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。俊平太くん、ハーラートップ7勝すごいね、7勝1敗よ。でやっぱり今日もなかなか苦しいピッチングだったと思うんだけど、初回とか特にカーブが決まらなかったもんね。あれが決まりだしてから落ち着いてきたんだけどもね、ナイスピッチングだったと思います。悪いなりのピッチングができる、さすが俊平だって感じですね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。あ、それからオールスターのファン投票、オリックスの選手も4人選ばれました。すごいね。ピッチャーでは俊平太じゃないや、総一郎君選ばれたね、ファン投票で総一郎君選ばれて、癒しては頓宮とラオで森君、4人ですよ、素晴らしい。でこれでまたおそらく、監督推薦でも何人かありそうなんでね、楽しみですね。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。オリックスさん、勝ちまして連勝3連勝、よかったね、そんなゲームでした。お疲れ様でした。